おはようございます。5月25日火曜日、参詣名の音読を行います。その前に新聞。救命士ら接種活用、首相数万人各へ調整。大阪兵庫再延長要請へ府教正式決定。あら、また自治体独自会議 WHO 総会、台湾招かず5年連続、こうなっております。今日の産経名の表題は次のように決めました。自衛官の制服は迷彩服である。今は有事です。では産経名の音読を行います。ちょっと待ってください。よっしゃ。自衛隊による新型コロナウイルスワクチンの大規模接種が昨日から始まった。東京と大阪どちらの会場も順調な滑り出しである。ただ接種の様子を伝えるニュースの映像に違和感を覚えた。接種業務を担う医官や看護官は医師や看護師である前に自衛官である。民間看護師も加わっているとはいえ、なぜ白衣姿だろうか。北海道旭川市や沖縄県宮古島市がコロナ禍によって医療崩壊の危機に陥った時、支援のために派遣された看護官は迷彩服姿だった。医官や看護官は災害被害地での医療など屋外の活動では迷彩服を着用する。一方で病院での診療は白衣で行っている。以上が防衛省広報の説明だが、合点がいかない。最大で1日あたり東京1万人、大阪5000人の高齢者に接種する。前代未聞の大規模なオペレーションである。屋内であっても通常の病院勤務とは違う緊張感があって叱るべきではないか。かつて迷彩服は心ない批判にさらされた。戦闘時に着用して敵の目をごまかす服、ある中学の公民の教科書に記載された迷彩服の説明である。自衛官が迷彩服で民間機を利用した際、組合は民間機の軍事利用と反対の声を上げた。迷彩服での出勤に対して反発する住民の声を取り上げる新聞もあった。国家安全保障会議で協議してやるべきだった。今回の大規模ワクチン接種に対して河野克俊前統合幕僚長によるこんな批判もある。とにもかくにもワクチン接種のスピードを上げたい菅義偉政権が今も一部に残る迷彩服への反感に忖度したのではないか。余計な勘繰りだと思いたいが、首相がコロナ禍を未曽有の有事と位置づけているなら、対処する自衛官にはやはり迷彩服がふさわしい。令和3年5月25日新聞コラムの音読を終わります。自衛官はやはり
迷彩服が制服です。以上です。次は世界のコロナ尖閣に行きます。世界のコロナ感染者が多い国、こういうふうになっております。1億6718万人、死亡者数346万人。この上の記事は中国が新型コロナウイルスをめぐるワクチン外交を強化している中米エルサバドルのブケレ大統領が対外支援の条件に民主的統治を求める米国に反発して中国からワクチン提供に期待を示すなど対中傾斜を進める国も出てきた。米国の裏庭とされる中南米への中国の浸透のバイデン政権も警戒を努めているということであります。中国は無条件で5億ドルを援助してくれたと紹介した。後が怖い。では次に国内次は尖閣。尖閣は尖閣諸島、沖縄県石垣市周辺の領海外側にある接続水域で24日中国海警局の船4艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。101日連続1艘は機関砲の矢のものを搭載、領海に近づかないように巡視船が警告した。こちらの記事は竜宮にスカスカの岩石があるということ。これは画像からの解析で、持ち帰った資料に含まれる可能性が高いということ。スカスカのよう軽石のようなもんですかね。次は次期燃料となる水素についての記事がありましたので見てみたいと思います。川崎重工は24日、世界初の液化水素の運搬船水素フロンティアを報道陣に公開した。今年度後半にオーストラリアで採掘した安価な石炭から製造した水素を液化し、神戸へ運ぶ実証実験を開始。国境を越えた液化水素の導入は世界の初の試みで、次世代のクリーンエネルギーである水素を低コストで対応できるサプライチェーン供給網の構築に取り組むということです。水素の供給ものイメージとしてこういう感じですね。カッタンから採取した、炭でカッタンから水素を製造してマイナス253度の液化して
輸送船で神戸まで運んで、発電所や最終的には船、車などに使うのでしょうね。製造過程で脱炭素の課題が残っております。化石燃料から取り出す場合は二酸化炭素が排出するため回収し地中に埋める手法などが研究されている。究極は自ら電気分解して水素を取り出す方法が最終目標でしょうね。アンモニア発電、アンモニア NH3 を一緒に燃やすんですよ。これアンモニアは石炭に約 20% 混ぜて約2ヶ月間燃焼することを目指す大型商用発電所でね、大規模なアンモニア混焼は世界初となる。アンモニア作るのはどうするのかな。水素と窒素から作るのかな。窒素は空気中にあるし、水素はこの水素を使うんでしょうか。ここはシムロック、シムロックのことです。乗り換えをする。日本人はなかなかシムロックはないでしょうね。パナソニックが工場電力の水素を活用するという記事が載っています。ゆくゆくは次世代のこの自ら電気分解して水素が取り出されて水素活用ができるようになれば、エネルギー問題もだいぶ解決するでしょうけど、この脱塩素っていうのはなんかうさんくさいことが記事が載っておりました。日本だけ貧乏くじを引いたような感じです。以上です。ありがとうございました。またね。